目白県新中学校、高等学校は東京都新宿区に所在し中高一貫教育を提供する私立中学校、高等学校。高等学校において中学校から入学した内部進学の生徒と高等学校から入学した外部進学の生徒と間では第一学年から混合してクラスを編成する併設型中高一貫校。中学、 高校ともに2009年度に教学科士学校名が、目白学園中学校、高等学校から目白県新中学校、高等学校に変更された。キャンパス内に、系列校の目白大学も併設している。1923年、創立者の佐藤茂等が男子校である、県新学園を設立。目白商業学校を経て、1944年に、 目白女子商業学校として女子校に転換。1948年には学校名を目白学園中学校、高等学校に改め、その後約半世紀の間女子教育の道を歩む。2009年より目白県新中学校、高等学校と改称し男女教学となった。学園創立者佐藤茂藤の示した主、子、親。主は 社会に対する貢献を、死は、死と共にひたむきに学ぶ姿勢を、親は、家族をはじめ自分を支えてくれる人々への感謝の心を表す。主、死、親の教えを達成するために、貢訓として、誠実、敬愛、感謝の三つを掲げる。シンボルマーク、編集上下に伸びる楕円と三角形により、構成されたシンプルなシンボルマークは、宇宙、連鎖、調和、 さらにバランスの取れた健全な生命などを象徴する、円が限りなく上昇する姿を表したもので、目白学園の特性であるグローバル性、また、見学の精神等も表している。1994年、末広峰寺デザイン室の末広峰寺により、制作された。スクールカラー、編集シンボルマークに使用されている、メインカラーは、MG ブルーと MG イエローの2色。 MG ブルーには、地球、自然、若さ、希望などのイメージが込められ、MG イエローには、光、喜び、自由、創造、発見などの意味が象徴されている。校歌、編集作詞、小林俊造、作曲、加藤吉と、メジロ学園校歌古くから、英語コミュニケーション能力の育成や、国際交流に力を入れ、独自の英語教育プログラム、ACE、 プログラムを実施している。2002年には、文部科学省より、スーパーイングリッシュランゲージハイスクールの指定を受けた。2009年度からの男女共学科に向け、新校者を建設。また、独立行政法人科学技術振興機構が推進する、サイエンスパートナーシッププロジェクトの採択を受けるなど、理数教育にも力を入れている。中学では3年生の7月に、 カナダのバンクーバーに10日間の短期留学を行う。特別進学コース、総合コーススーパーイングリッシュコールスの3つのコースが設置されている。特別進学コースは、国公立大学、難関私立大学、選抜クラスは、分離系有名私立大学の現役合格をそれぞれ目指している。総合コースは、生徒の進学希望に応えられるよう、高校2年進級時に、 英語選抜、理系選抜、文系選抜の3つのクラスに分かれる。放課後講習や、夏、等、春季休暇中の講習、土曜講座などを実施している。特別進学コースは、夏季休暇中に2泊3日の勉強合宿も行う。スーパーイングリッシュコルスは2年時に2ヶ月間、留学制度がある。中学校、 高等学校という中等教育を一から見直して、新しい構想で作られた学校ということで、新構想学校をテーマにしている。目白学園が永年積み重ねてきた教育を基盤に、未来に生きる力を身につけた人材を、確かな学力と高い進学目標、豊かな表現力と抜群の語学力を合わせて育てる、ことをも、新たな学びのニーズに応えるために、新を、 キーワードとしている。また、メジロ検診のミッションは、これからの新しい国際社会で活躍し、日本の将来を担っていくことのできる人材を育てていくことである。メジロ検診にはそのための学びのプログラムが多く用意されているが、それらの基本となる考え方として、気学検診が定められた。男子ネイビーのブレザーとスラックスの組み合わせ。スラックスは、 ネイビーとグレーの2種類で、どちらを合わせるのも自由。ネクタイの色は、中学生が赤、高校生が紺のストライプ。女子冬服、夏服ともにセーラー服。冬服には、オフホワイトのイートンジャケットを重ね着することができる。中学は赤のスカーフ、高校は紺のスカーフ。全身である、目白学園中学校、高等学校時代から引き継いだもので、 教学科に際しては白ブレのワッペンが変更されたのみ、男女両方とも靴下は指定。目白健診高校の学校情報のワンポイント情報の冒頭には、内部進学生とは一年中、見学の精神、航空目白学園のシンボルマークについて、ADC 年間1994年美術、出版社アサヒドットコム、教育ビジョン、気学健診を体現する独自の英語教育、 ネッティリポート教育、ありがとうございます。